プロ野球2021年シーズンの MVP に輝いたのは、セリーグでは高卒3年目の村上宗隆選手、パリーグは高卒5年目の山本由伸投手でした。両選手はともにプロ入り1年目から1軍試合出場を果たし、2年目にはチームの主力として活躍した選手でした。そして両選手のようにプロ入り後すぐに頭角を現し、球界を代表するプレイヤーになる選手もいれば、いわゆる苦労人、活躍するまでに時間がかかる選手も存在します。そこで今回は覚醒するのに時間を要した選手を紹介したいと思います。なお遅咲き界のレジェンド的存在である和田一浩はもはや説明するまでもないので省いています。恵比寿信行、元オリックスブルーウェーブ。恵比寿投手は1990年のドラフト会議でオリックスに2巡目で指名されます。高校時代も甲子園に出場し、期待されての入団ではありましたが、プロ入り後3年間は1軍への昇格はありませんでした。4年目の1994年にはついに初めて1軍に昇格を果たし、9月21日の対千葉ロッテマリーンズ戦では先発を任されるも、3回5失点の成績に終わってしまいます。その後は1995年に1試合、1997年は2試合、1998年には11試合の登板のみで、なかなか1軍の定着はできませんでした。ただプロ入り9年目の1999年はチームメイトであったイチローと星野信之とともにメジャーの春季キャンプに招待されます。そこで飛躍が期待されましたが、同シーズンでも結果を残すことはできませんでした。期待を受けて入団したとはいえ、9年間で未勝利に終わり、普通ならすでに戦力外通告を受けても不思議ではないのですが、恵比寿投手は10年目のシーズンも迎えます。そして10年目の2000年、恵比寿投手は前年から一軍投手コーチを務めていた河村秀文の指導もあり、突如覚醒しました。当初は例年通り二軍帯同でしたが、同年6月にチーム先発投手陣に怪我人が増えたことから、一軍に昇格すると先発投手として起用され、好投を続けました。そして7月4日の対日本ハム戦で8回2失点に抑え、10年目にしてプロ初勝利をマークし、以降も立て続けに勝利を重ね、オールスターにも選ばれます。後半戦も8月3日のロッテ戦で完封勝利を記録するなど勢いは止まらず、結局同シーズンは17試合に先発し8勝2敗、防御率 3.27 をマークし、最優秀防御率のタイトルも獲得しました。ただその後のシーズンは結果を出すことができず、2002年途中にヤクルトへトレードとなると、2003年オフに戦力外通告を受け、2004年は近鉄に所属します。そして同年は登板なしに終わり、オフに2度目の戦力外通告を受け現役を引退しました。1年だけの好成績ではありましたが、恵比寿投手にとってはそれまでの9年間が報われたような2000年シーズンだったのではないでしょうか。福地和樹、広島東洋カープ、西武ライオンズなど。1993年ドラフト4巡目で広島東洋カープに入団し、俊足を武器に1995年から1998年まで4年連続ウエスタンリーグの盗塁王にも輝いていた福地選手でしたが、その間一軍出場は2試合のみというものでした。プロ6年目の1999年4月20日の対巨人戦でプロ初安打を記録し、その後2003年まではダイソー要員として一軍に定着しましたが、2004年は19試合、2005年は30試合の出場にとどまり、自慢の盗塁も続けて一桁台に終わります。しかしプロ13年目の2006年開幕前に交換トレードで西武ライオンズへ移籍することになりました。するとここまで結果を出せていなかった打撃が開花し、交流戦あたりからは1番ライトのレギュラーに定着します。そして同年ではプロ入り最多91試合に出場すると85安打放ち、打率2割8分クリーンの好成績を残しました。さらに翌2007年も117試合に出場を果たします。2008年からはヤクルトに移籍しプレーすると、同年は131試合に出場、プロ入り15年目にして初の規定打席に到達し、打率3割2分を記録、リーグトップとなる7個の三塁打をマークし、自慢の俊足でも42個の盗塁を決め、初の盗塁王にも輝き一気に覚醒しました。翌2009年もレギュラーとしてキャリア最高の137試合に出場し、2年連続の盗塁王となります。
以降は怪我などもあり出場試合数は減ってしまいましたが、西武、ヤクルトでの活躍はそれまで代走要員だった選手とは思えないほどのものでした。桑原健太郎、阪神タイガース。桑原投手は2007年大卒で横浜ベイスターズに入団します。2008年シーズンこそ30試合に登板し、プロ入り初勝利を含む3勝を挙げましたが、その後のシーズンは2009年11試合、2010年は18試合と一軍に定着することはありませんでした。3年目のオフに交換トレード移籍したオリックスでも一軍登板機会こそはあったものの、2014年までシーズンの大半を2軍で過ごします。そしてプロ入り7年目には自身2度目のトレードで阪神タイガースに移籍しました。ただ2015年は6試合の登板で防御率8点台となり、2016年はついにプロ入り後初めて一軍登板なしに終わります。この時桑原投手はすでにプロ入り9年目で30歳を超えており、戦力外通告を受けても何の驚きもありませんでしたが、2軍での好成績もあり、なんとか首は免れました。そして2017年、金本監督に才能を見出され、オープン戦から結果を残した桑原投手は開幕1軍入りを果たし、4月5日の対ヤクルト戦で7年ぶりの勝利投手になると、以降、鋭く曲がるカットボールを武器にセットアッパーに定着します。特に前半戦は、登板試合連続無失点を立て続けに記録し、最終的にはチームトップとなる67試合に登板し、防御率 1.51、4勝2敗、39ホールドという好成績を残しました。さらに43ホールドポイントで、最優秀中継ぎ投手のタイトルも獲得します。そして契約更改では、前年の800万の年俸が、一気に3700万円へとなり、球団歴代日本人選手最高の昇給率を見せました。翌2018年も前年に引き続き、セットアッパーとして62試合に登板、32ホールドを記録します。その後、2021年シーズンで引退しましたが、3球団目となった阪神で10年目に見せた活躍は素晴らしいものがありました。藤田和也、東北楽天ゴールデンイーグルス。2004年のドラフト会議にて横浜ベイスターズに4巡目で指名を受けた藤田選手は、近畿大学時代にリーグ戦通算打率3割4分6厘を残し、内野手の即戦力として期待されて入団します。プロ1年目にプロ初安打を記録し、2年目となった2006年は2番セカンドとして先発出場する機会も増え、同年は65試合に出場しました。ただ2007年以降、1軍試合出場はするものの、課題の打撃が向上せず、レギュラー定着とまではいかずに、プロ入り5年目の2009年には120試合に出場しましたが、規定打席には到達できずに終わり、2012年シーズン途中に楽天へトレード移籍します。移籍以降しばらくは横浜時代同様守備固めの起用メインでしたが、徐々にスタメン出場が増え、ついにセカンドのレギュラーに定着しました。そしてプロ入り9年目の2013年、藤田選手は副キャプテンに任命されると、開幕から2番セカンドのポジションに定着します。監督の星野仙一からは、シーズンで10勝以上の価値があったと評された抜群の守備力で、チームの勝利に貢献していき、同年は128試合の出場で、プロ入り初めて規定打席をクリアし、ベストナイン、ゴールデングラブ賞を獲得、チームの日本一に大きく貢献しました。翌2014年は、自身初めて全試合出場を果たし、また選手会長としてもチームを引っ張ります。以降、2016年までレギュラーとして試合に出続け、2017年からは若手の台頭もあり、試合後半からの出場がメインとなりましたが、守備でも代打でも存在感を見せました。毎年新しい選手が入団してくるプロ野球の世界で、入団して2、3年でクビになる選手も珍しくはないのですが、このように遅咲きで名選手となったプレイヤーも、和田和弘を筆頭に結構います。特に監督交代のタイミングやチームを移籍するタイミングでは突如覚醒する選手が多いので、今後プロ野球発展のためにトレードの活性化を実現させてほしいですね。以上、遅めの覚醒選手の紹介でした。